白熱の輝きを放つ鉄。鉄は叩いて鍛えられ、その姿を自在に変える。叩かれるたび不純物は取り除かれ、金属の粒子は微細になる。組織は緻密で均質になり、鉄はしなやかで強靭な素材に変貌する。鉄を叩いて鍛え形を作る。この技術を鍛造という。日本有数の金属産業の集積地、新潟県三条市。鍛造は鎌倉時代に製鉄を行い、江戸時代以降生活を支える道具を一心に作り続けてきた職人の町、三条を象徴する技術である。厳しい環境のもと活躍する大型ブルドーザー。うなりを上げるエンジン、その巨大なトルクを無限軌道に伝えるハブは重量200キロに及ぶ。過酷な作業で使用される部品にはとてつもなく高い強度が要求される。その強度を現実のものとするために使われるのが、日本に数台しかない超大型ハンマーだ。圧倒的な質量が落下する。凄まじい力が鉄を叩き、金属の粒子を強く均一に結合させる。その結果、険しい自然に立ち向かう強靭な鍛造品が出来上がる。鍛造は力だ。そして火事の町三条の鍛造は、この熱く大きな力に職人の技を加えながら進歩発展を遂げてきた。これは鉄道用のバール。レールを枕木に留めている居抜釘を抜くために使われる。居抜釘を抜く部分は型を使い、叩き抜いて鍛え上げ、全体は手作業による鍛冶の技で作り上げた。機械の力と職人の技術が融合した一品だ。高い強度としなやかさを併せ持つ鍛造品は、熟練の職人の知識と経験によって鍛えられる。吟味を尽くした素材、緻密に管理された温度、そして圧倒的な力によって作られた鍛造品。その粒子は素材の時と比べ細かく均一に結びついている。さらに職人の技と発想は、溶けた鉄を型に流し込む鋳造品と同様に複雑な形を持つ鍛造品を作り上げた。鍛えに鍛え抜いた素材だからこそ、鋳造品と比べ薄くて軽い製品を実現できる。その結果、さまざまな部品の小型化、軽量化が可能になった。機械の力に匠の技を組み合わせること。三条の鍛造は技術を追求する挑戦の積み重ねにより進化を続けてきた。エンジンの猛烈な爆発をクランクに伝え、回転する力へと変える部品、コンロッド。通常は別々に製造された2つのパーツを組み合わせている。しかし、このクラッキングコンロッドは1本のものを鍛造してから2つにかち割るという型破りな手法で作られた。その結果、破断面に微細な3次元の凹凸ができ、通常のものに比べ組み合わせた時に高い強度を実現。元が一つのものであるだけに高い組み合わせ精度も可能となり、同時に軽量化にも成功した。非常に強靭な鍛造品を作るだけでなく、さらにそれを割ることで新たな成果を生み出す。その発想は鍛造を知り抜いた上でさらなる可能性に挑戦し続ける職人魂によってもたらされた。鍛造を追求する意欲の源には、より良いものを作りたいと願う三条鍛冶の志がある。その志は人の目には見えない。しかし、三条の道具をひとたび使えば、それは全ての人に確かに伝わる。だから三条の鍛造は見えないところに力を注ぐ。それがこの町のものづくりの精神である。そしてその精神は新たな未来を私たちにもたらそうとしている。田園の中、静かに佇むコンクリートとガラスブロックで作られたモダンな建築物。それは消音構造とシステムを持つ、騒音を外に出さない鍛造工場。環境との調和を第一に考えて設計された。現代の鍛冶屋の現場。その内部では大型ハンマーの轟音が轟き、三条鍛冶の志を受け継ぐ人々が白熱する鉄と真剣に向き合う。静かな風景の中、鍛造の炎は三条の街角の至る所で燃え続ける。炎の熱は技術を極める決意の熱。炎の輝きは可能性を追い求める意志の輝き。その炎はこの町のものづくりの未来を照らし続ける。